最高寺は、愛知県愛西市稲葉町にある新州大谷派の寺院である。三号を赤昌山と称する。海さんは大前奉氏と伝えられる。海さんは大前奉氏によるもので、当初は天台州であったという。最長作とされる素像による、聖徳大子立像を創立の頃から伝える。美濃国海、西郷竜畑町村にあったが、 尾張国中島郡三宅村に移り、法順法師の頃に、浄土新州に改修されるとともに現在地に転じたという。在宮家時代には、領主橋本井が守るの菩提寺であったという。江戸時代に入ると、尾張藩、第二代藩主、徳川光友に仕え、同藩五代藩主、徳川五郎太を不育した女性が嫁いできたことにより、尾張藩より、衛生者事部行事帰達とされ、 丸八の門を幕に使用することを許可されるなど、特別の扱いを受けることとなった。また、三つ葉葵の門がついた、聖徳太子寿司などが歌詞されたと伝わるものの、ほとんど現存しない。さらには、九条多数日の過労石井兵部兼所有の娘が、嫁いできたことにより、九条家からの寄付も多数あったが、売却されたり、伊勢暴動により消失したりしたために、 やはり現存するものは少ない。ありがとうございます。